教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。2023年の政治界隈はとても荒れている印象があります。小西文書が出されたものの信憑性が全くないことであったり、公金の流れについての問題であったり、大きな問題が出てしまっている中で、東谷義和容疑者が議員除名されたこと、そして除名されてからすぐに国際手配の準備がされるなど、東谷義和容疑者関連の話題もつきません。そんな東谷義和容疑者ですが、どうやら実家に家宅捜索が入ったとのことです。東谷義和容疑者は家宅捜索について自業自得にもかかわらずやめろと主張しているそうです。さらには元 NHK 党、現政治家女子48党である黒川敦彦幹事長が抗議をしているとのことです。今回は東谷義和容疑者の主張と黒川敦彦幹事長の抗議について紹介します。東谷義和容疑者の実家に家宅捜索が入ったのが2023年3月24日のことでした。そのことについて東谷義和容疑者が反応を示していたといいます。2023年3月24日のスポニチアネックスから引用します。参院で除名となり、警視庁が暴力行為法違反、常習的脅迫などの疑いで逮捕状を取ったガーシー、本名東谷義和容疑者51について、警視庁捜査2課は24日、兵庫県伊丹市にあるガーシー氏の実家を家宅捜索した。これを受け、ガーシー元議員はインスタグラムでライブ配信を実施し、思いを告白した。24日朝、実家がある集合住宅に捜査員が入った。捜査関係者によると、元議員は海外に出国した2021年末まで実家を居住地としていた。警視庁は元議員がインターネットの動画投稿で得た収益の一部が親族の口座に移った疑いがあるとみて、押収資料を分析し容疑の裏付けを進める。また外務省は23日に旅券返納命令を出しており、4月13日の期限までに応じなければ旅券は失効する。警察当局は国際刑事警察機構 ICPO を通じ国際手配する方針。元議員はインスタグラムで朝8時に、僕の母親の実家の家に家宅捜索が入ったらしいですと報告。うちの母親77歳ですよ。すみません、もうほんまにうちのおかんは勘弁してください。おかん関係ないでしょと言い、涙を流す場面も。頼むからおかんは勘弁してください、ほんまに。ほんまに、おかんだけは勘弁してください。70代のおかん捕まえて拘留して何が出るんですか。親父も自殺して、俺まで犯罪者みたいになって、これ以上おかんを苦しめたくないんです。何も知らないんですよ、ほんまに、と訴えた。一つだけ言いましょう。なら帰国して捜査に協力しなさいと。そこまで家族に迷惑をかけるのが嫌なのであれば、帰国をして捜査に協力すればいいだけであり、それすらしない東谷義和容疑者に拒否権などないでしょう。家宅捜索について政治家女子48党の幹事長を務めている黒川敦彦幹事長が弱い者いじめだと反応をしているようです。同日のスポニチアネックスから引用します。これらの流れを受け、黒川氏はガーシーの親族宅に家宅捜索という報道が流れた。ガーシーのお母さんに危険が及んでいるような情報があります、今確認中ですが、と投稿。いくら警察権力にとって認められていることとはいえ、ひどい、心配だ。おい警察、権力者は逮捕しないくせに弱い者いじめしやがって、なめるな、と批判。続けて、やります。ガーシーの自宅に家宅捜索が入り、ガーシーのお母さんが危険な状態になっているという情報が入りました、として、3月24日近14時桜田門警視庁前、緊急抗議凱旋、ガーシーのお母さんに危害を加えるな、と題し、ガーシー支持者の皆さん、緊急ですが来れる方はご参集ください、と呼びかけていた。家宅捜索がどのようないじめになるかは分かりませんが、実際に家宅捜索でどのようなことが行われるのかについて紹介します。まず家宅捜索は被疑者にかかっている犯罪の証拠などを目的として行われるものです。凶器であったり、データであればパソコンであったりするものの、証拠を集めることになります。唐突に行われるわけではなく、家宅捜索には必ず令状が必要となります。そして必ず立ち会い人が必要となってきます。今回の場合は東谷義和容疑者が実家にいないので、その代理として東谷義和容疑者の母親が立ち会うことになるということです。他に許されている人であれば管理人や隣人などでも立ち会い人として認められているとのことです。家宅捜索の範囲としては令状に書かれている場所のみです。なので家全体を調べることは基本ないと言えるでしょう。
今回については基本的に口座振込による疑いのために母親の口座とそれに通ずる証拠を集めるだけという話です。これで問題が発生していれば両者とも悪いだけの話であり、問題がなかったらそれはそれで無実が証明されるだけの話です。捜査を拒否していると捉えられてもいいのであれば、家宅捜索をするなと言ってもいいとは思いますが、泣き落としまで使って主張しているのはあまりにもやましいことがあったと言っているようなものでしょう。そもそもそういうことをしていなければよかっただけの話ですし、これのどこが弱い者いじめなのか、危険な状態にあるのかというのはディアブロには分かりません。そもそもそんなに守りたいのであれば、東谷義和容疑者を帰国させることが一番の方法であると思います。もし東谷義和容疑者の母親が拘留されることになれば、何かしらに関与したことが疑われているということでしょうし、その証拠を集めているだけであるので、いずれにしろ法の下の処置であることは忘れないでいただきたいなと思います。東谷義和容疑者の泣き言についてネット上では、いい顔だな、飯がうまい、酒もうまい、大泣きすると逆に実家に何かあるのではって思うから徹底的に調べてほしい、そうなんですけどね、なら大切なお母様に迷惑をかけないような生き方をすべきだったと思います。自業自得という言葉を送る、今までやってきたことすべてガーシーに返ってきてほしい、逆切れ、今度は泣き落とし、次は開き直りあたりが来るかな、泣かせてきた人たちの涙を思ったことはあるのかな、ここに来てお涙頂戴はえぐい W、自分の撒いた種やろ、後のことも考えずに突っ走った結果やで、それを調べるための家宅捜索だし、自分の撒いた種なんだよ。自分は自由にして、親族に何かあったらそれはダメは通らないよね。聞ける人に聞いているのだからしょうがない。悪いことしたら家族友人にも迷惑かかるってことを最近の若い子は知らないよねって話をした矢先なのでタイムリー。苦しめたのは自分だってことを忘れずにね。追い詰められた人の気持ちも少し分かったのかな。実家に何かあるわけないって言っても、いろいろ隠し続ける限りは可能性のあるところ全部捜査するもんだしな。我々の血税使って遊んでおいて今更情に訴えかけるってどういうこと。関わってる可能性がないと言えれないので家宅捜査ぐらいするだろ。メディアに踊らされてこんなバカ当選させるからこんなことが起きる。選挙権の引き下げ、さらにバカが当選するぞ、次は自分の番だってことよ、というようにまさに因果応報だという声が多くありました。黒川敦彦幹事長についてネット上では、いや、ガーシーの動画の収益が妹さんの口座に振り込まれてたって情報も出てきてるぞ、あんまり騒ぐと妹さん幇助で持っていかれるぞ、家宅捜索が危険なの、大丈夫、やべえやつ追って草、本気で言ってるなら相当バカ、ガーシーと同じく親の教育が良くなかったのかな、母親への危害云々じゃなくて、本人が早く帰ってきて出頭しなさいと促せよ。抗議はいいけどさ、弁護士立てるとか他のやり方考えなよ。警視庁前で凱旋とか、都庁前ソープランドピンクで染めるとか、とても政治家がやってるとは思えん活動が最近多すぎ。拘留されてないじゃん、ただ実家を家宅捜索しただけじゃん、そんなことはないだろ、被害者ずらすること自体間違っている、嘘をつき続けるからこういう風な目に遭う、日本に帰ってこれない人を選挙に出させること自体無謀とも言える、やったことの責任は負うのが大人の常識だろう。詐欺行為や恐喝をした51歳のおじちゃんがただこねて逃げ回るからこうなる、当たり前の家宅捜索でしょ、信頼なくしましますよ、危険な状況、悪いのはガーシーやん、でもガーシーっていつも狙った人間の周りから行くってめちゃ卑怯なこと言ってたし、それが彼のやり方だからブーメランだよ、ひろゆきの妻が彼のアキレス腱とかほんとひどいこと言ってた、訴えなくても脅迫は息を吐くようにしてきたじゃん、この機に及んでまだガーシーを利用するのか、すごいねこの人たちは、自宅に証拠があるわけないってどうしてわかるんですか、あるかないかの捜査ですよ、そんなに警察が嫌いなら一生世話にならないでください、家宅捜査で危害加えるわけねえだろ、ガーシーの自宅に証拠があるから言ってるんだろうが、脅迫データ収入と理解してガーシーからお金をもらっていると思われる、妹は特に理解しているだろうな、これはマジヤバい、家族も逮捕あり得るな、もしかして母親も妹ももっとやれって指示していた可能性も、証拠があるかもしれないから調べるんでしょう、いや警視庁の任意の事情聴取をランナウェイしたんだから、関係ありそうなところは片っ端から捜査入るの当たり前じゃん、ましてや暴力団に適用される常習的脅迫罪の容疑者だぞ、ガーシー帰ってこいというのが普通だと思うけどな、
というように主張が間違っているという声が多くありました。いかがでしたか？今回は東谷義和容疑者の実家に家宅捜索が入ったことについて、当人が泣き落とししていたり、黒川敦彦幹事長が弱い者いじめだとする主張をしていたことを紹介しました。帰国することが一番手っ取り早いというのに、それに不当逮捕されることを嫌がるのであれば、自分の正当性を訴えるためにも帰国した方が一番いいような気もします。もうすぐパスポートも切れるそうですし、不法滞在で強制送還されるのを待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。